マカオの流州競争流球競争は単語の節句の行事に由来する東アジアの各地で祭祀儀礼として模様される競争行事流線競争とも言う中国大陸や台湾では単語の節句に行われる生活共同体の行事として開催されてきたが娯楽的な要素も併存していた台湾などでは単語競争とも呼ばれることもある中国大陸では 流州系都と呼ばれているが、台湾では、再琉州と呼んでいる。台湾では、再琉州と呼ばれている。寝台には、系都や東流船などと呼ばれていた。また、戦前には、琉船という名称で、貧女ま鉛で、ペイリョンツンと呼ばれていた時期もある。琉船は、風潮淳国体民安を祈願をする、最新儀礼である。台湾では、単語の石工に、 主に漁村において漁衆を用いて競争が模様された。しかし、時代が下るとともに、流衆競争を行う共同体の単位は、漁協、露志会、行政機関などが中心となった。香港の長須島では、旧暦の5月2日から5月6日にかけて、流衆祭が行われる。長須島の流船は、北三角の霊下にある存在とされており、以前は、 旧暦3月3日を正日とする北三角、丹の時期にも流州競争が行われていた。流州祭は6つの祭祀集団によって行われる。初日の5月2日は、格納されていた流線を浸水させて、茅やで飾り、龍の目に転生する儀礼が行われる。5月3日には、流線に神の分身である心臓を安置させ、長す湾に遊浴させる。 竜遊ぶの儀礼が行われる。5月4日から人々にレースを披露する、竜衆系と儀礼が行われるが、4日に行われる、競争は勝敗にこだわらない儀礼的なもので、続く5日に受賞を伴う遊戯的な競争が行われる。5月6日に心臓を北定球に返却する総加の儀礼が行われ、竜衆祭は終了となる。長崎では、江戸時代から、 福建系の流球競争が模様されていた。ペイロンは漢字の廃竜または白竜の党員を日本語表記したものである。長崎のペイロンは法領祈願を主たる祭祀儀礼とする。江戸時代には単語の節句の共同体行事であったが、その後単語節の行事という意義は薄れており、現在では7月の最終日曜日に、 長崎ペイロン選手権大会として競技大会が行われている。沖縄では室町時代中頃から漁村で復建系の流球競争が催されていた。ハーリーは漢字の波流線を日本語表記したものである。沖縄のハーリーは法量祈願及び豊作祈願を願う祭祀儀礼である。もともと単語の節句を迎えるための中国系の祭事の 共同体行事であったが、沖縄のハーリーも単語説の行事という意義は薄れている。ただ、那覇市では5月に古式の波流線が催されている。各地にハーリーの行事がある。ありがとうございます。